はい、皆さん、こんにちは。今日もナイチンゲールやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、新しいエリアに行って、まあ、沼のところですね。来ました。そこでですね、もらった、まあ、ティア3のエッセンスで、少し解放しましたね。まず、自分のゲートから、まあ、エッセンス3がもらえるところのレベル、プロビジョンのカードをまず生成してあります。そこからですね、まあ、ちょっと、遊びに行ってランク3のエッセンス少し集めて、現在斧と、こちらですね、ピッケルの方は、ランク3の方にしてあります。あとはちょっと鎌とかも欲しいんですが、まだエッセンス足りていませんので、これからですね。それとこちらゲートの方は自前のを作ってありますが、まあ、十字路の方から行けますので、十字路から行きたいと思います。はい、沼の方に到着しましたね。で、今回のやつはそんなに難しくないのかな？シンプルに1個だけ出てますね。クエストの方も、まあこんな感じか。試練場を目覚めさせるということです。試練場がまずちょっとどれかがわかりませんが、まあ、ここは終わってますね。試練場っぽいのは、これポータルだし、ポータル。今のところ出ていませんので、まあちょっとここの、なんかクエストかなんか適当にやりながら、探していきましょうか。まだこのランク3のエッセンスとか結構必要ですからね。わ、なんかいっぱいいるな。これくれるの？はい、エッセンスバンドル取る。はい、イベントですね。ということで、一体ここは到着するまですごく慌ただしかったんだということで、地球へ戻る方法を探しているだけだよと。適当に行って、ああ、間違えたな。はい、これで、絵を描そうかということで、ああ、そういえば昔はあれだな、なんか、ティア3のとこ行くと、銃関係とか、そういうやつあるんですけどね。戦い抜くための何かか。また今度話そうです。武装性は、ああ、やっぱ銃器か。はい、ということで、やっぱりここのティア3で銃のなんかクエストが来るんですね。カンパニーかなんかだろうと。銃か。ちょっとめんどくさい感じではしますが、あーなんか来た。ということで、話の方は適当に、こう取り返してほしいと。まあ、これは防衛のクエストかなんかな？はい。ああ、もういいよ。もういいよ。とりあえず。はい。ということで、あ、まだ一応大事な方、話は来てるのかな？誰に雇われたということで、会話は結構続きますね。他のことを話そう。今はそれだけということ。あ、間違えた。はいはい。失礼すると。これでもう一個、クエストが来たのかな？で、ここの人らも、わ、こんなにいた？こんなにいたのかな？はい、特に話すことはないですね。3位、クエストが武装なのか。はい、ということで、まあ、いずれかの銃をとりあえず持ってきなさいよということなので、まあ、銃は、作らないといけないかなと。知恵の砦かなんかみたいなやつで必要だったので、まあ、それは必要でしたと思いましたので、作ってきましょうかね。あとは武器工場のスイッチを起動する、発電所のスイッチを起動する、製法工場のスイッチを起動するというのが来てますね。それがこれか。ヒューズ兵器工場。で、医療工場。食品工場か。まあ、銃は圧倒でいいとして、あれ、なんか、発電所含めて4つあるんだけどな。うん、1個ずつちょっと行ってきましょうか。まずは、こちら、北側の方に向かって、ここのスイッチかなんか入れるんなら、そちらを入れてきましょう。ちなみになんか、ここの沼にあるでっかいキノコ付近は、鎌のレベルが高くないと、採取できませんでしたね。50以上なので、またエッセンス貯めて、鎌取って、それも一緒にまた今度作りましょう。ということで、まずはこちらですね。ハイド食品工場にちょっと向かいます。さあ、なんかちょっと見えてきましたね。本当に工場みたいな形をしてるところがありました。一応なんかちょっと雨降ってるので傘は差してますが、まあこんなか突っ込んでいくんで濡れるのは濡れるかもしれないですね。
あと確か沼の方は長いこと入ってると、HP が減少するやつにかかったと思うので、気をつけましょうか。あとこれで80メーターぐらい。さあ、ここですね。はい、ということで、濡れてるな。これはどうやって入るんだ？はい、扉がありますが、入れない。なんか敵の巣みたいなのもあったので、そういうのをぶっ壊していくのかな？ああ、やっぱりなんか来たよ。はい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 。ぶっ叩いていく。オッケー、敵、湧く前に行けた？行け前、ああ、こっちも来てる来てる。やばい、こっちから湧いてきた。オッケー、やばいやばい、なんか燃やすやつ来てるね。よいしょ。はい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 。危ない、爆発するんだ、こいつ。爆発するよ、こいつ。危ないよ。ということで、ぶっ倒した。周りのやつ、もう一拠点あるので、それかな。取ってない。さあ、拾っていこう。で、もう一箇所行くか。もう一箇所は、どこだろう？これか。これですが、入る場所がわかりませんね。どっかから敵が漏れればわかるんですけど、ないな。入れそうな場所がない。どっから入るんだろう、本当に。入れてほしい。あ、ここが開いた。ぶっ壊せる。ぶっ壊せますね。先ほどは閉まってたんですけど、開きましたね。で、どこだ？これ、下側だな。宝箱。お、バックル系だ。はい、オッケー。こちらももらっていく。ここじゃないのかな？先ほどもなんかあったので、ちょっと裏側に回ってみよう。ひょっとしたらもう開いてるのかもしれない。あれ、どこだっけ？どっかに扉があったんですけどね。あ、これだ、これ。やばい、なんか強そうなやついるな。ただ、ここ入れませんね。マップ見ると、ここのまっすぐ行ったところか。先ほど敵を倒したところが、まだ敵の巣みたいになってるけど、これは倒した。やばい、入り方がわからん。これは？建築用プレス機、ランク2。これなんだろう？あれか、置物かなんかかな。はいはい、とりあえずこちらの方は終わった。北側にも敵の巣みたいなのがある。でもそれって中のやつじゃないのかな。あそこから入れそうですね。つまりあそこまで行けばいいのだから、登っていこう。さあ、これいつで行ける？行けますね。さあ、大体のところはこいつで登れるので、登っていきましょう。よいしょと。はい、OK ですね。で、あっちに渡ればいいんです。OK。で、ここから入っていくと。はい、ここにもありますね。潰していきましょう。よいしょ。で、下か上かどっちかに。戦ってますね。やばい、強いやつと戦ってる。さあ、こっちは新しい魔法の蜂の大群というのをちょっと使ってみましょう。なんだこれ。蜂の大群、なんか役に立ってるのか？やばい、役に立ってない。蜂の大群ダメじゃん。やばい。危ない。さあ、ポーション使う。強いね。こいつ強い。昔から強かったんですけど、こいつマジで強い。今のぶっ倒れてるうちにで少しでもヘッドショットしたい。よし、オッケー。いやー、こいつ強いな。とりあえず率先。やばい、こいつか。はい、爆発するやつだから気をつけないといけませんね。蜂の大群は何だろう、これ。敵を攻撃してくれるんじゃないのかな。またやられた。すぐやられるな。待って待って待って。なんか足音聞こえてる。足音聞こえてる。怖い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 。違う違う。敵が湧くんだ。はい、倒そう。やばい、来てやった？やばい、来ちゃいましたね。またこいつか。よいしょ、蜂どうだろう。ということで、もうこちら回復の方にして、ちゃんと与えてるな。
ダメージ与えてますね。スリップダメージ的なのを与えてるんだ。これいいな。さあ、ちょっとこっから動きとかも速くなって強くなるんですが、よいしょー。ああ、もう早い。倒すしかない。はい、倒しましたね。なんてことだ。ということで回復していきましょう。まあ、これで終わったのかな？はい、取って、仲間の方もちょっと呼び起こさないといけませんね。毎回これしてないあかんのか。結構大変ですね。どこ行った？仲間。仲間が消えた。ちょっと見ていこう。仲間まだここにいますね。あ、こんなとこにいた。蘇生で、ここのところを何かをして、とりあえず、起動かなんかさせないといけないんですよね。食品工場。どこだろうな。なんかある？特になし。ないですね。降りれる場所はもうない。どこ行くんだろう。ないな。これ壊せる？壊せない。このハンマーみたいなやつも動かせませんね。で、こいつまだ閉まったままだけど、あ、ここにも入る場所があるのか。はい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 。で、とりあえず上まで来たけど、どうしたらいいんだろうな。違う。移動の仕方がわからん。ちょっといろいろ回ってみましょう。さあ、こちら、上の方に登っていったスイッチありましたね。スイッチを起動するということで、これで1個クエストの方は完了しましたね。では、続いてですね、こっからどうしようかな。左上の方行きましょうか。次、発電機に行って、医療品工場行って、兵器工場行って、まあ、戻るというような感じにしましょう。さあ、次の工場が見えましたね。発電所かな？敵がいるわけでもない。ああ、やっぱこういうキノコあるな。50の弾欲しかったですね。とりあえずこちらの方もまた中に入っていく感じなのかな？さあ、入れる場所をまず探しましょうか。ここは入れない。扉、ああ、ここ行けそうですね。で、上の方に敵が湧くやつあった。見つけましたね。こいつ、はい、ぶっ叩いていこう。よいしょ。はい、どうだ？敵湧いた？湧かなかったかな？で、上にもなんかありそうだな。ここもなんか湧いてる。ちょっと待って、これも破壊していこう。やばい！もう復活してるのか、こいつ。はい、とりあえずこれは壊した。あっちの大群行け。よいしょ。もう頭狙っていこう。はい、今のうちだ。頭。頭だよ、頭。頭。オッケー。ああ、もう一匹いるのか。なんてことだ。強いんだよね、こいつ。仲間。勝てないぞ、こいつ。よいしょ。はい、ぶっ倒れた頭、勝ち割っていこう。よいしょ。まだか。はい、オッケーですね。いや、仲間、防具、もうちょっと強いのあげよう。これ初期のまんまで、しかも斧とかだけ強いのちょっと上げたんですけど、それだけじゃ足りませんね。ではあとはどこだ？探していこう。上だよね、絶対。なんかモヤモヤなってますもんね。上に登る方法を探そう。こちらではない。スイッチとかもないですよね。どこだ？ここか。ここから登れる。なんか仲間戦ってるのかな。なんか思ってたところと違う中、ああ、いる。ちょっと待って、危ない危ない。あ、どっから、どうやって仲間行ったんだ、そこ。さあ、あったあったあった。ちょっと待って、何してんの。ああ、敵湧いたかな。ちょっと遠隔のやつで行ってみよう。ダメか。2体来ちゃった。あいつをまず破壊しないとダメですね。よいしょと。あっちを置いておく。さあ、これで OK。やばい。よいしょ。で、敵が湧くところは倒したので、あとはこいつらだけですね。危ない。2階かな？
かりきてるな。よし、オッケー、今のうちだ。はい、ちょっと待って待って待って、もう一匹待って。危ない危ない、よいしょよいしょ。はい、危ない、やばい、アイテムが壊れそう。待ってね。よし、オッケー。はい、ちょっと修理しましょうか。こちらは全て修理と。よし、さあ、そしたら続いて、これでもう全部ぶっ倒したかな。スイッチを探さないといけない。あ、これ取ったかな、ちょっと取った記憶があんまりないな。そしてルビーがありましたね。で、こいつか。はい、スイッチ起動。オッケー。で、仲間を助けてあげよう。よいしょと。はい。衝撃波の、あれか、巻物もらいましたね。ちょっと魔法の方が覚えていませんが、なんか地面からめちゃくちゃ岩が降ってくる、湧いてくるやつの魔法が、前はかなり強かったですね。ただその魔法の名前ちょっと忘れてしまいました。作れるようになったらまたちょっとずつ試していきましょう。ということで、ここ二つ目終わりましたので、次は、下ですね。このまま南に南下していきましょう。さあ、こちら三つ目着きましたね。これも簡単に入れるのかな？ありますね。はい、こいつを早くぶっ倒せ。敵が湧く前にぶっ倒す。オッケー。いや、歩いてるね。もう強いやついますわ。よいしょ。危ない、危ない。待って、後ろにいない。ああ、後ろにあるのか。はいはい、ぶっ壊す。いやー、いっぱい来てるな。燃やすやつも来てるね。よいしょ。はい、何もしてない仲間やられました。はいはい、もう一個が炎を吐く前にできたら倒しておきたい。はい、危ない。炎を吐く。はい、蜂を振り込むか。えい。よいしょ。さあ、これで OK。危ない危ない。爆発するんだった。ああ、やばい。やられた。よいしょと。ああ、やばい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 。痛い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 。ちょっと待って、えらいことになってるな。はい、とりあえず、ポーション使って回復しましょうかね。OK。なんてこった。よいしょ。まあ、昔からそこそこ強かったですからね。はい、爆発する。はい、仲間飛ば、ああ、落とされた。仲間落とされた。仕方ない。助けてあげよう。早いところ、敵を湧くところを封じないといけないのに。あ、ここですね。もう近かったのにな。よいしょ。ああ、やばい。こいつ来てる、来てる。マジか。仲間、もう一匹来てるの。またか。また復活か。よし、仕方ない。これ抜けよう。走って抜けて、敵が湧くところ、あおう、こいつからぶっ壊そう。オッケー。はい、オッケー。で、こいつをぶっ倒していくと。危ない、危ない、危ない、危ない。仲間同士倒す、戦ってるよ。よいしょ。はい、はい。ああ、大丈夫。仲間行っているおかげで動けない。オッケー。よし、さあ、もう一匹か。強いんだよね、こいつ。よいしょ。さあ、頭狙っていく。よいしょ。はい、オッケー。さあ、自分の仲間も助ける。さあ、大変ですね。ちょっと仲間が弱いし、道具をあげないと、本当に。さあ、どっか稼働するところ。おお、裁縫台の3だ。これ、あれかな？X で、削除とかできる？はい。教育で見つけた建造物なんでできます。ああ、なるほど。こういうの自分で使えるのか。それはいいですね。工場にあるものを使って、クラフトするというのもできるみたいです。さあ、問題はスイッチだな。あ、ちょっと待って。この壁は壊れそう。OK。なんもないな。なんもないな。宝箱がありましたね。カードか。教育カードとかがあった。これはぶっ壊せる？ぶっ壊せない。
え、あるとしたら中央付近ですかね。スイッチらしきものがない。赤色。あ、水、緑色。この付近かな。あ、さらに上があるのか。これか。はい、エッセンスバンドル。よいしょ。さあ、これで OK。さあ、残る一つですね。現在ここなので、そのまんま南東の方に行けば見つかります。さあ、もうそろそろですね。あと80メーターなんで、こいつかな。場所的にもこいつですね。なんか敵の守ってるのが3つあるっぽい感じなので、気をつけないといけない。ちょっと入っていきましょうか。いやー、なんか湧いたね。ここだな。湧いてますね。とりあえずこいつをぶっ倒そう。よいしょ。はい、赤い。やばい、湧いちゃった。よいしょ。危ないよ、仲間。ほんと気をつけて。やばい、ぶったたく。よし、今のうちだ。黒叩きだ。よし、いいですね。クリティカル入ってる。OK。よーし、さあ、とりあえず1個終わった。はい、これを取る。もう絶対これ取り逃してるな。はい、なんかがありましたね。あとはどこだろう。こっから2階に行ってか、1階から行けるのかな ?1 階から行けそうですね。あ、ここか。2階だね。2階、3階か?それとも。はいはいはい、どっかにいる。どこだ?いやー、ここ3つ目だ。やばい。危ない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 。よいしょー。はいはいはい。ああ、ぶっ倒される。やばい、なんか燃えてるってことは、なんか燃やすやつがいた?あそこだ。やばいぞ。あ、燃えた。燃えちゃった。危ない。よいしょ。はい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 。爆発する。オッケー、まだいる。こいつは雑魚だな。で、こいつを取る。よいしょ。はい、オッケー。こいつらなら大丈夫。あ、ここも開きましたね。もう3つとも終わった感じか。はいはいはい。はい、そしてこれが最後のスイッチですね。はい、完全に終わった。ということで、ニコラスと話すということなので、先ほどの場所の、人に話しかけに行きましょうか。さあ、こちら着きましたね。ニコラスと話す前に、バスリーブスともなんかなってるな。はい、ということで話していきましょう。工場を再び稼働したよということで、まだ元気でいてくれてよかったよと。で、そして必ず知らせるよということで、本部に持っていくよう護衛に頼んでおいたと。はい、ということで失礼するで OK かな。で、こちらの方、メインクエストは力の場を覆いる。なんかちょっと日本語おかしくなってますが、とりあえず OK。これまで武器には見向きもしなかったよと。あ、ちょっと待って、俺、銃を持ってきてたのかな?ひょっとしたら武器装備してたのかもしれないですね。あー、そうか。はいはいはい。そういえばなんか作ったような気がせんでもないな。あ、そしてハートショットとヘッドショットのクエスト来ましたね。これは前も来ましたね。はい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 。銃持ってたのか?記憶がありませんが、なんか作ったような気がせんでもない状態です。ということで、次、マグウィッチ沼にある試練場を目覚めさせ、力の場を入れる。力の場はどれだろう?これか。はい、こちらの方に行かないといけないみたいですね。一旦荷物とか置いてきましょうか。そして、エッセンスの方結構もらってますので、まあ、鎌は取りました。ちょっと防具系も取っていきましょうかね。裁縫台の新しいやつ。OK。で、エレガントなシャツ。まあ、ここらを適当になんか取っていって、装備もちょっと変えていきたいと思います。まあ、パッ
ックは確実に必要ですね。さあこちら力の場のところまで来ましたね。ただ入れるかどうかはまだ分かりません。それと装備の方ですね、全部じゃないか、一応40装備にチャームとかいろいろつけて、まあ、60装備にしています。防御力とか、結構上がったのではないかなと思いますね。そして自分が着てたやつは、仲間にあげましたので、まあ、防御力こちらも上がってると思います。さあちょっと話して入ってみようかな。ニコラスにこれを渡すよう言われたということで、危ない切ってしまった。さあこれ入れる？あ、入れますね。ということで、こいつと、おいしんマカボイと話す。おいしんマカボイって誰だ？中に入っていくと、多分敵の巣みたいなのが3つあったんですよね。なのでそこは戦わないといけないのかもしれない。あ、いた！おいしんマカボイさんだ。はい、見知らぬ人ということで、私をうまく管理できているよということで、まあ、適当に、話していきましょう。装置を取り返してきてほしいと、ということで、分かった頼みを引き受けるということで、このまま進めばいいのかな？中心に到達する。わ、やばいね。はい、敵がいますので、ぶったたいていこう。OK。さあ、撃たれる前に、早いところ、ぶったと倒していこう。危ない。よいしょと。さあ、仲間も早々やられなくなりましたね。OK。ちょっと待って。あいつだ。まずは、危ない。とりあえず敵が湧くところをぶっ倒さないとダメなのか？はい、危ない。爆発する。いる？まだ。さあ、まだあるな。さあ、ちょっと上の方行って、こいつをぶっ倒さないとダメですね。OK。はい、これで敵は出てきてない。あ、まだか。まだなんだ。もうちょっとぶっ倒さないといけないみたいですね。爆発するよ。ほら、爆発したのに。仲間は避けない。ここにもいますね。ぶっ倒していこう。よいしょ。はいはい、OK。よし。はい、こいつもぶっ倒していこう。はい、OK。やばい、召喚された。召喚されちゃったよ。あー、やばい、食らった。よいしょ。はい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 。ぶっ叩いてと。さあ、とりあえずこれは OK。仲間が負傷している。あと1個か2個あるはずですね。さあ、こっちもちょっと回復していくか。はい。HP 回復していきましょう。あと1個あっちか。ありましたね。あそこにあるので、ここはそんなに壊せそう。よし、OK。出てくる前に行けたかな？行けなかったかな？危ない。これ倒したのか。OK。で、ここは終わりましたね。ということで、次はこっちか。ジャンプかな？どっち向き？こっち向き。OK。さあ、防御力とか上がってるおかげで結構楽になりましたね。で、ここですかね。暗くて全然見えないけど。あ、ないな。おお、なんか変なやついた。あ、こいつはハーピーかなんかかな。なんかいましたね。こういうやついました。とりあえず、ここをぶっ倒してと。肉を取っていこう。はい。ナイフで確かこれ取れたはずですね。20以上のナイフ。やばい、ナイフも新しいの持っておかないとそろそろ獲物が狩れないかもしれない。で、これでハーピーの骨と肉、そして皮がもらえますので、しっかりともらっていく。おー、来たね。こいつはちなみに壊せない。さ、なんかめっちゃ逃げられたけど。よいしょ。よし、はい、OK。OK で上上がるのかな？どこだろう？まだいる。はい、倒していこう。どっから来てるのかが全くわかりませんね。回りながら行くか。来たのはこっちからですよね。なので、上登っていく。なんか敵の声は聞こえるな。この階段を登りたいところだけど、さあ、なんもないですね。
ここに階段があるんだけど、ここに登る方法がわからない。で、降りるところがある。ハッピー。ないな。どっか行ける場所ある？ないね。中心に到達する。中心に行くのか。壊せる場所もない。やっぱりあそこかな。上登らないといけないんですかね。登れるか分かりませんが、こいつでちょっと登ってみよう。はい、登れる。階段はあるのは知ってましたので。あとはこいつを、やばい。危ない、落ちるところだった。横に行けないな。上にまで登ってもらうしかないみたいですね。どこまで行ける？さ、なんかすげえ飛んだ。飛んだけど、よいしょと。はいはい、こんなポールまで登れるのか。いや、ここまでか。入れるかな。よいしょ。あ、ダメか。やばい、落ちた。ということで、ここにどうにか登らないといけないんじゃないかと思います。はい、なんとか登れましたね。ということで、ここから登っていく。あ、中央来ました。ワープする場所かな。ちょっと周りを漁ってから行きましょうか。なんかがあるけど、特に取れるものはなさそう。あ、ないですね。取れるものはない。さあ、そしたらワープしていきましょうか。いやー、ちょっと待ってよ。これ、ボスかな。はい、場所がわかりません。こっちか。さあ、行きましょうか。食べ物大丈夫。はい。獣の腹ということで、ボスですね。よいしょ。あいつか。あいつが今回のボスみたいですが、行きましょう。うわ、なんか、バリア的なの張ってた？よいしょと。よし、今回はギミックなしかな？とりあえずひたすら打っ倒せば、いけるかもしれない。なんか出てきた？出てきたけど、基本はぶっ倒せば良さそうな感じですね。よいしょ、雑魚か？こいつは雑魚ですね。女王が、どこでだ？あいつか。バリア張ってるやつですね。ああ、バリアの解除方法がわからん。バリア解除された。オッケー。さあ、ぶったたいていこう。まあ、ひたすらぶったたかぐだけなら、そこまで強くはない。よいしょ。はいはい、ハッピー。オッケー。どこだ？ボスは。どっかに行きましたね。ひたすら追っかけて倒すだけか。あいつだ。さあ、遠距離攻撃してくる。はいはい、こんなのは余裕ですね。あとはこいつがバリアでどうなるか。はい、ぶったたいていく。よいしょ。はい、オッケーですね。そこまで強くはない。お、びっくりした。で、次の場所に行く。はい。オッケー。まあ、他になんかあったかな？宝箱とかありますね。若干あるので覗いていきましょうか。よいしょ。で、この木もぶっ倒す。ガラス、陶器、そしてサファイアですね。まあ、そこまでなんかいいものではないので、まあ、取らなくてもいいかな。弾丸、コーティング。ああ、これはランク3なのでちょっとありがたい。よいしょ。他はないかな？さあ、こんなもんですかね。まあいいや。さあ、中に入っていきましょうか。おっと、ワープした。若干なんか通信が途切れる時があるんですよね。よいしょと。まあ、防具とかしっかりしてきたので、そんなに強くはなかったですね。オッケー。で、エッセンスバンドル。はい。で、ここでおしまいですね。オッケー。さあ、こいつを取る。その間に、あるかな？エッセンスバンドルもうないかな？はい、こいつを取りましょう。さあ、新しい、カードの方が手に入りましたね。オッケー。で、あとはこちらで、
ポータルを出すと。その間にちょっと回ってみましょうか。まあ特に何もなしかな。はい、特に何にもありませんね。さあ、こちらですね。もう一個来ましたね。先ほどの沼のところがここなので、次の場所はここでしょう。パックは来ないのかな？ということで、こちらに新しいポータルを作成すると、こちらのメジャーカードですね。グロリラの涙ということで、植物の収穫量が 100% 増えますよということみたいです。さあ、こちらもちょっと時間かかりますので、待ちましょう。はい。ということで、こちら、グロリラの涙の方に来ましたね。見た感じは砂漠ですね。で、目的の方は新たな噂ということで、ウィルヘルミナの最新の噂を聞くと、マップの方はこんな感じになっています。まあ、地下迷宮の入り口とかもわかりやすいし、まあ多分ここかな。ポータルのなんか近くに突っ込むような形で行けばいいのではないかと思います。ということで今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきましょう。それでは皆様ありがとうございました。